可愛く攻めてみて、ハマったところのパターンでいけばいいんじゃないでしょうか。行かなきゃなとか、そういう風に思ってるのっていう圧をかけて、ユウのこれからこれからシーズン2。今回も視聴者の皆さんからいただいたお悩みに答えていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、神奈川県28歳フリーランスの PR の方です。私はフリーランスで働いています。最近クライアント先の年上の方に指示を出さなければいけない機会が増えてきました。いつも生意気に見えていないか心配です。礼儀正しく、でもやりすぎないお願いの仕方を教えてください、というお悩みです。まあまあでもな、可愛くな、これこうしていただけますとかじゃ なければ大丈夫じゃないですかね。ユウさんはそういうのがすごくお上手なイメージがあります。そうなんです。そうですよね。なんかすごい若い時からすごいレジェンドに果敢にこう、まあ分かりやすく言うとローラちゃんとかね、なんか一時こう敬語、私は敬語をあでも使ってなかったかもしれないですけど、そうすると懐の深い方っていうのはあんまり怒ったりしないですし、まあその中にだから品性ですか、そのバカにしたりとかじゃなくて、本当に興味があって人として可愛げのある行動だったらそんなに、で逆にこっちがあんまり気を使う年上の上司に対してっていうのはあっちにも伝わる気がするんですよ。バカにしてるのかしらって分かんないけど、そっちの器にもよりますけど、なのであんまり気にしないで、まあ、上司だからってしなさいとかそういうことじゃないので、言い方ちゃんとリスペクト、自分より長くいらっしゃる方だっていうのがあれば多分そんな失礼なことにはなんないような気がします。だから私も最初、例えば杉良太郎さんと急にロケお会いしたこともないのにってマジかとか思いますけど、ちょっとやってみるんですよね、一個ポンって、それでなんか笑ってくれたり許してくださったりすると、あとはもう安心して、だから多分偉い人っていうか上の方もあんまりなんか恐縮ずっとされてると、こっちからもなんか行きにくいし、飲み場の若い子とかもそうですけど、割とフランクにしてくれて、あとはもう人の好き嫌いですよね、苦手なタイプとか、だからいろんな方面からちょっと可愛く攻めてみて、ハマったところのパターンでいけばいいんじゃないでしょうか。すごいバランスが難しいなと思うのが、こびてるって思われるのもちょっと難しい、ちょっと避けたいなっていう気持ちがあるようなんですけども、ね、そこはなんか私全然こびるんですけど、こびるっていうかその尊敬してるものに対して、もう全然私長くて大好きな大きなものにぐるぐる巻きにされてる状態ですけど浜田さんとか全然好きな先輩には巻かれて巻かれたいですよね、私は。全然そんなプライドは全くなくて、若い方でもハマったら嬉しいしみたいな感じなので、だからバカな人だと自分が立場が上だから、年上だろうが年下だろうが俺が上だからっていう品のない人もいると思うんですけど、そういうふうにはならないでいけばいいんじゃないですか。だからなんかゆうさんはこう下の方からなんですかね、この子こびてるわとかやりすぎだわとか思ったことはないですか。ありますよ、全然 あります。だからきっと私だけじゃないし、そういう生き方、そういうやり方がきっと
安心するんだとも思うし、うん、だからそんなもう結婚する相手以外はもう通りすがりの人ですからそんなもうその人のそのやり方とかにいちいち変なのとか、うんうんうん、そう自分が20代とかで自分も若くて、うん、っていうのはありましたけど、はい、もう年上なんでみんなが気遣ってんの分かるし、うん、だたまに確認しますよ。なんか私さ、ご飯とかに誘うとさ、あーめんどくせえなとか思うけど行かなきゃなとかそういうふうに思ってるのっていう圧をかけてそんなこと、そんなことないっすよって言わせて楽しんでるみたいなところもあるんで、下も下で上も上で遊び心がないとなんか近寄りがたいのもめんどくさいし、うんうん、大変に遠慮してもやりすぎてもなので、うん、いろんな球を投げてみてその人の得意な返し方、うん、あこの感じのこの幅だったらいけんのねって、うんいうのはもう全員年下だろうがそれこそ年上だろうが同僚だろうが違うじゃないですか、はい、でそれと同じことをすればいいわけで、うんうん、あまり先輩後輩っていうよりはって思いますけどね、うん、その嫌な感じが、まあ、この人はちょっといいわっていう感じにはならないってことですね。そのきっとね、だからなんかその、うん、そのいろんな球の投げ方で、うん、んっていう雰囲気わかるじゃないですか、はい、うんうん、あ、これダメなんだと思ったらすぐなんか違うのを入れて、うん、っていうなんか遊び心で接してみて、うん、なんかいい感じになるところを探したらいいんじゃないかなと思います。私だからちょっとやっぱりおかしいんでしょうね。声かけちゃうんですよ、初見でもね。さっきもいたよねとか言うんですよ。私は優しいんじゃなくて投資なの。